みなさん、こんにちは。助教の小高炉です。今日のスポーツ教養演習のオンデマンド授業は、みなさんに自分の博士後期課程で研究した内容の一部を紹介したいと思います。研究テーマは、COVID-19 流行下における有事の生活習慣と身体状況の課題と対策についてです。よろしくお願いいたします。今日の発表の流れとしては、初めにから研究目的、方法、結果と考察、そしてまとめの流れに沿ってご報告させていただきます。はじめに、子どもたちの抱える生活リズムと身体状況の問題点に注目すると、前柱によると、1997年頃から保育現場で朝から眠気やだるさを訴える子どもが目立ち始めたことが報告され、夜10時以降に就寝し、睡眠時間が9時間程度という遅い短時間睡眠の幼児に朝の疲労の訴えが多いことが分かりました。石井らによると、2019年、夜10時以降に就寝していた幼児が3割いることが報告されました。スポーツ庁によると、2019年度は小中学校の男女ともに体力は低下したことが報告されました。そして2019年12月に新型コロナウイルス感染症が中国武漢市で報告され始め、世界的な公衆衛生問題となり、日本では2020年3月2日から小中学校と高校に春休みまでの臨時休校が要請されました。保育現場での登園自粛についての判断は市区町村対応とされる事態となりました。外出自粛要請や保護者の就労形態の変化、学校の臨時休業、社会環境の変化に加え、幼児から大人まで家庭で過ごす時間が多くなり、運動の機会が少なくなったため、幼児の生活習慣の一層の乱れと体力の低下が懸念されました。COVID-19 における子どもたちの生活習慣に関する研究では、記者らは2020年5月に通園児と在宅児の生活習慣を比較した結果、通園児と在宅児ともに公園の利用が減り、外遊び時間30分未満の幼児が5割となり、性的な遊びが目立つようになり、子どもたちの運動不足を危惧しました。一方、在宅児の就寝時刻と入試開始時刻は、通園児より早く、テレビビデオ視聴時間が短かったことが分かり、緊急事態の時こそ、保護者が幼児の生活習慣を管理する必要があることを指摘しました。また、海外では、ポルトガルの COVID-19 の外出禁止期間中に子どもたちが身体活動に割り当てられた時間は通常よりも短かったです。アメリカではロックダウン中、5歳から13歳の子どもたちの身体活動への参加が大幅に減少し、スクリーンタイムが増加した一方で、BMI が増加したことが報告されました。このようにコロナ禍の生活の変化によって、幼児と児童の生活習慣や身体機能に悪い影響が及んでいることが報告されています。しかし、コロナ禍の影響は生活習慣のみならず、体力運動能力にもあることが予想され、幼児の身体状況、朝の疲労、体力運動能力の実態と生活習慣との関係については、これまで十分分かっていませんでした。
さらに、感染予防をしながら、幼児の体力運動能力の低下や生活リズムの乱れを食い止めるよう、運動活動のあり方を検討した研究報告はなさっていませんでした。そこで、本研究では、COVID-19 流行下における幼児の生活習慣と体力運動能力の実態を把握し、幼児の抱える健康管理上の問題点の特徴を分析することとしました。そして、コロナ禍であっても、幼児の生活習慣を整え、体力運動能力を向上させるための方策を検討することとしました。研究方法については、まず、研究1は2つの研究を行いました。まず、研究1の1では、2020年6月に中国北京市の幼児に対して、COVID-19 流行前と流行中の生活習慣調査を行いました。そして、研究1の2では、2021年7月に日本幼児に対して生活習慣調査を行いました。研究2では、2021年10月に関東と関西の幼児に対して生活習慣調査を実施した上で、体力運動能力テストを実施しました。そして、研究3では、この4つの時期に体力運動能力測定と生活習慣調査を行いました。倫理的な配慮です。生活習慣調査と体力運動能力測定の結果を分析するにあたり、事前に研究の目的と方法のほか、個人名は特定されず、プライバシーは保護されることを各園の園長に説明するとともに、各園長が保護者に説明し、調査用紙の配布を行いました。データは教科と土井のやられた保護者から回収し、収集分析を行いました。また、本研究は、早稲田大学倫理審査委員会の承認を得て、データを収集分析を行いました。結果と考察に移ります。まず、研究1です。研究1では、まず、COVID-19 流行の始めた中国に注目し、COVID-19 感染拡大による幼児の生活習慣への影響を明らかにするために、同一幼児について、COVID-19 流行前と流行中の幼児の生活習慣調査、生活習慣を比較しました。調査は、2020年6月に中国北京市の幼児616人の保護者にアンケート調査を行いました。まず、この表1を見てください。左は男児、右は女児。1群は COVID-19 流行1年前の幼児で、2群は COVID-19 による休園中の幼児です。その結果、COVID-19 流行期は流行前に比べて睡眠時間が長くなっていましたが、平均就寝時刻、起床時刻と有意に遅くなりました。つまり、COVID-19 による休園の影響により、早起きのリズムは崩れ、遅寝短時間睡眠から遅寝遅起きのリズムに移行したことを確認しました。そして、COVID-19 流行下における日本幼児の生活習慣の表を見てください。上は男児、下は女児、縦は生活時間と時刻となっております。旅行は年齢です。平均就寝時刻に注目すると、1歳児を除いて男女ともに11時20分以降となり、COVID-19 前の2018年より男女ともに10分程度遅かったです。また、
睡眠時間に注目すると、1歳児を除いて男女ともに9時間35分以内となり、COVID-19 流行前の2018年の平均睡眠時間より10分程度短かったです。そして、睡眠時間の人数割合を見ると、赤い色を囲まれた10時間未満の幼児は、1歳児を除いて男女ともに4割前後でありました。COVID-19 流行前より男女ともに1割程度増加しました。そして幼児の朝の疲労症状を見てみますと、男女ともに1位に眠いという眠い系症状を約1割ほど確認しました。2位にきちんとしていられない、物事が気にかかるという注意集中困難症状が見られました。つまり短時間睡眠時の人数割合の増加と就寝時刻の遅れがコロナ禍における幼児の生活習慣の特徴であり、睡眠リズムが夜型化した影響で朝に大脳皮質の活動水準が低く、精神的な疲労が現れたものと推察しました。コロナ禍及び今後の幼児の朝の疲労症状の訴えを軽減させ、朝から元気に活動を開始させるためには、少しでも就寝時刻を早め、寝不足の状態を避けることが必要と考えました。また、朝に運動を行うことで血流が良くなり、脳に酸素が送られ、脳が活性化することで、すっきりした状況で登園することにつながると考えました。そして、外遊び時間を見ますと、4歳児と5歳男児を除いて、男女ともに30分以内となっております。COVID-19 流行前の2018年の調査より、男女ともに10分から30分程度短かったです。合わせて、外遊び時間の人数割合を見てみますと、赤い色で囲まれた30分以内の幼児の人数割合となっております。男女ともに8割前後でいました。COVID-19 流行前の調査より男女ともに1から2割程度増加しました。また、体型別に見た人数割合を見てみますと、太りすぎという肥満傾向の幼児が2割から4割程度でありました。COVID-19 流行前より5%程度増加しました。それは運動時間の少なさは身体活動量の不足につながり、それが幼児期の肥満に関連すると考えました。この中で肥満を防ぐ運動時間を確保するために、園内で飛沫感染と接触感染を防ぎながら体を楽しく動かす縄跳びやフープ遊び、4つの基本運動スキルを体験でき、自己空間の中で立ちと接触なしに相当な負荷があるリズム体操を推奨したいです。そして研究2では、COVID-19 流行下における幼児の体力運動能力の実態の特徴を把握し、健康管理上の課題を明らかにすることとしました。2021年10月に485人の幼児に対して体力運動能力テストを測定しました。まず、COVID-19 流行下、幼児の体力と運動能力の比を見てください。上は男児、下は女児、横は年齢で4歳、5歳、6歳となっております。縦は体格、体力、運動能力の科目となっております。体力は両手握力と飛び口くぐり。
です。運動能力は25メートル走と立ち幅跳びとボール投げです。5歳児の両手握力値と5、6歳児の飛び口くぐりは先行研究に比べて良い測定値が見られましたが、その他すべての科目は、まずさかの2015年度から2017年度の結果より低い結果が示されました。特に男女を問わず、年長児の立ち幅跳びの長距離は身長分を跳べていなかったです。つまり、コロナ流行後の1年半後の2021年10月に、幼児の跳躍力、動力、筋力が低下したことを確認しました。そして研究1と研究2から、コロナ禍の幼児の体力、運動能力の低下や生活リズムの乱れの課題が分かりましたので、その課題を解決するために、研究3では保育園、教育現場で感染の状況に応じた健康づくり提案を検討することとしました。体力運動能力の低下を食い止めるよう、どんな運動内容をどのように行ったらよいのかを考え、運動活動をデザインし、リズム体操の振り付けを10本を創作しました。そして実際に園の協力をいただき、コロナ禍における運動活動のあり方を検討しました。創作したリズム体操の導入による幼児の健康、特に生活習慣と体力運動能力面への影響を明らかにしようとしました。今回、時間の関係で体力運動能力の変化だけ報告させていただきます。生活習慣の変化を割愛させていただきます。10本のうち野球体操第1を紹介します。この作品は一般社団法人日本野球機構から依頼をいただき制作したリズム体操です。そして実際に子どもたちにリズム体操を実践している様子を見せます。そして、リズム体操の実践結果を見てみます。調査は、幼児72人を対象に、COVID-19 流行時期の2020年5月、2021年5月と、リズム体操導入前の2021年9月と、導入後の2022年1月に、体力運動能力測定を行いました。まず、リズム体操導入前後の幼児の握力値となります。2020年5月から2021年5月まではコロナ禍1年において加齢に伴い、両手握力値が向上しましたが、しかし、その4ヶ月後の時点で数値が下がりました。そこで、幼児の体力運動能力の低下を食い止めることができるかどうかを検討するために、創作したリズム体操を5ヶ月間導入し、その結果、2022年1月に数値が向上しました。そして、立ち幅跳び、ボール投げ、25メートル走、飛び口くぐりも同じ傾向でありました。立ち幅跳びの長距離はリズム体操導入後に優位に長くなりました。ボール投げの投球距離は導入後に優位に遠くなりました。25メートル走のタイマーは導入後に優位に速くなりました。飛び口くぐりの
時間は導入後に優に早くなりました。つまり、本研究で用いたリズム体操は、幼児の相当中央の能力の低下を食い止め、筋力を向上させる一方法となったことを確認しました。それはリズム体操の導入によって、対象児は飛んだり走ったりする移動系や、打ったり投げたりする操作系の動作を行うことで、身体活動量が高まり、筋力を発揮し、楽しみながら運動の経験を積み重ねていたと考えられました。まとめです。1、短時間睡眠時の増加と就寝時刻の遅れがコロナ禍における幼児の生活習慣の特徴であり、睡眠リズムが夜型化した影響で、朝に体の皮質の活動水準が低く、精神的な衰えが現れたと推察しました。また平均外遊び時間の短さと肥満傾向の幼児の増加が特徴でありました。それに対して感染症の予防対策をした上で活動量を確保し、幼児に適当な負荷を与える運動の取り組みが必要と考えました。朝には元気に登園できるよう、21時前に就寝し、10時間以上の睡眠の確保の工夫を各家庭に呼びかけたいです。2、コロナ禍に入って1年半後の2021年10月に幼児の跳躍力、動力、筋力が低下したことを確認しました。特に立ち幅跳びの長距離は年長児において男女問わず身長分跳べていなかったです。今後は遊びの中で飛ぶこと、飛び越えることが楽しく簡単にできる遊び環境を用意していく必要があると考えました。3、リズム体操の導入によって対象児の相当中央の能力の低下を食い止め、筋力を向上させることが分かりました。以上のことから、幼児期には保育現場にリズム体操を積極的に導入することが幼児の健康づくりに役立つ一方法と考えました。今後、起こりうる緊急時に備え、普段から幼児の健康的な生活リズムを整え、体力運動能力の維持向上を図っておくことが必要で、そのためにもリズム体操や幼児に負荷を与える運動遊びの実践に取り組み、各家庭でも手軽に運動できるようなリズム体操の普及に努めていきたいと思います。また各園や地域の自治体にリズム体操のビデオを提供していきたいと考えました。文献です。今日の研究紹介は以上です。皆さんいかがでしたでしょうか。この研究紹介を通じて、皆さんが少しでもスポーツ科学の研究に興味を持っていただければ幸いです。質問やご相談がありましたら、どうぞお気軽に声をかけてください。ご清聴ありがとうございました。